ますでしょうか。見れてますでしょうか。あ、OK、ありがとうございます。今、マウスコンピューターさんの前で、シースターゲーミングのお披露目会です。この後、倉持さんと、フードさん、あと自己研に出ていただいている、自己研女子部の方もなんとGスターゲーミングにいるんじゃないかなと。では早速ご登場いただきましょう。なんかユニフォーム見てたんですよ。ブランドル自画ドリブ部長、そして尻職人としての人気は誰もが知るところ。この度 e スポーツ女性チームのプロデューサーをされます倉持ゆかさん、そしてアシスタントプロデューサーの野々宮美香さんです。どうぞ。
最後にですね、この後フード選手も出ます。そしてどのような活動をしていきたいかというところを教えてください。他のプロゲーミングチームと違って、その今の現時点でガチガチにプロ級に上手くなってもいいというふうに考えてメンバーを集めて、そのメディアの皆さんだったりファンの皆さんのお力で一から育てていく医師の育成ゲーム的なゲーミングチームになったらいいなと思っております。なので今日のお披露目が第一歩なので、皆さんのお力でぜひこのゲーミングチームを育てていってください。よろしくお願いいたします。すごい、ちゃんとしてる。すごいちゃんとしてる。それではですね、ここで当プロジェクトのスポンサーであります株式会社マウスコンピューターより PC の授与式を行いたいと思います。ということでご登場いただきましょう。株式会社マウスコン PC 代表製品部部長杉澤達也さん、ステージにお願いいたします。杉澤さんです。杉澤さん、はい、よろしくお願いいたします。プロジェクト、どのようなことを期待されていますか？はい、フラモスさんとは2013年からですね、お仕事をご一緒させていただいているんですけれども、それから何度もこの6年間お仕事をさせていただきました。そうですね、いろんなことがありました。やっぱりその時はずっと思ってたんですけど、フラモスさんのすごいところって何をしたらパートナー企業が喜ぶのかな、何をしたらパートナー企業のためになるのかなっていうのを真剣に考えていただいて、お仕事に取り組んでいただいているんですね。そうしていただくと、やはり頼んだこちら側としてもまたお願いしたい、またお願いしたいというふうにやっぱ繰り返しつながっていくことがあって、今ここに至っているわけなんですけれども、そういった倉橋さんの手腕、テクニック、こういったものをチームのメンバー皆様に伝授いただきまして、それぞれの倉橋さんのようにパートナー企業に愛されるようなチームになっていただければと思っております。すごいしっかりしてる。それでは早速 PC の授与をお願いいたします。これを授与されますね。すごい。ということで PC が授与されました。どうぞこちらお写真を撮りたいというメディアの方はですね、こちらフォトチャンスということでお写真の方もお撮っていただきたいと思います。すごいです。こんなです。すごい注目です。はい、皆さんから授与していただきます。はい、あと大丈夫ですか？はい、じゃあすみません、こっちは最後いただきます。はい、よろしいですか？はい、こちらが最後となります。はい、ということで皆さんありがとうございました。 PC の授与式でございました。杉澤さん、ありがとうございました。画質低いですかね。いやー、今 PC の授業ということで、無線 Wi-Fi の調子が悪いので、はい、4G に切り替えてやってます。少し横に、はい、置いていただきまして、ちょっとね、画質回線アップの限界、皆さんがお待ちかねだと思いますので、はい、もうさっきの話聞いてたらもうメンバー早く見たいなっていう方もね、たくさんいらっしゃると思うんですけれども、では早速いきましょうか。それでは皆様お待たせいたしました。これよりGスターゲーミングのメンバーのご紹介いたしましょう。まずはお一人目です。駄菓子のハーフ美女ことアイリーン、アイリーンさん、アイリーンさん、わーすごい、あ、すごい。続いてフレンドコスプレイヤーことグース、グースさん、あ、グースさんだ、グースさんだ、薬剤師こと天鳥氏の木野さん、薬剤師、すごい、癒し系だ。続きまして、ビューティフルフィンガーこと加納さやか、さやかさん、ビューティフルフィンガー、あー、なんか新しい感じしますね。続きまして、小悪魔アケコンデザイナーこと本郷しおん、しおんさん、しおんさん、あ、これはシオンさんで行くんだ。続きまして、月光のホワイトスワンことオジバルナ、ルナポンさん、ルナポンさん、すご
ごいなんか続きまして戦場かけるギャル選手こと藤井エル N さん、あ見えないですかごめんなさい、皆さんすごいお綺麗です。続きまして夢見るマルチクリエイターこと稲田花本郷さん、あ本郷さんだ本郷さん、自己研女子部ですね。続きまして美男付け光の工房こと芦沢かすみかすみさん、続きまして火の国の全編スーパーこと上田未来未来さん、すごいはい、ということで改めまして審査ゲーミングの皆さんに皆様大きな拍手をお願いいたします。いるんですね。12名すごい華やかなメンバーになりました。はい、さあここからはですね、はい、あの皆さんもねこのメンバーのやっぱ実力を実際見てみたいんじゃないかなということで、エキシビジョンマッチを開催したいと思います。こんな時代になったからですね。今回使用しますゲームはこちら、はい、ストリートファイター5アーケードエディションです。風子先生も来るんです。さあ、はい、皆さんもよくご存知のタイトルかなと思います。はい、でこちらなんですけれども、シースターゲーミングの代表がですね、メディアの皆様と対戦をいたします。では早速対戦します。シースターゲーミングの3名の方、こちら前の方にお願いいたします。はい、誰が5担当がこの3人ですね。すごい、はい、女子部だ、自己研女子部来ましたね。そしてですね、ここで、あなたすごいよ、意気込みもちょっと聞いてみて、すごい注目されてます。はい、このどうでしょうか。はい、お願いいたします。このマスコミの頑張りたいと思います。すごい、お願いします、女子部だ。すごいすごい、とても緊張してますが勝ちたいと思います。応援よろしくお願いします。すごい、これは、はい、お願いします。応援しますね。私も緊張に負けないように頑張りたいと思います。すごいすごい。さあ、それではですね、ここで実況を担当してくださいます佐藤さん、そして解説を担当してください、これだけのプレスの前で喋るのすごいですよ。登場していただきたいと思います。それではどうぞ。しっかりしてるわ。おお、来た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 。はい、ではちょっと一言いただいてよろしいですか。皆様こんにちは。声がいい。いい声。ありがとうございます。e スポーツキャスターの笹です。本日は G スターゲーミング発表会エキシビションマッチの実況を担当させていただきます。僕の力でできる限りこの試合、熱い試合を盛り上げさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。プロゲーマーフードです。佐藤くんが熱いんで、まあ、自分がこういう感じでちょうどいい感じにしたいと思います。解説頑張ります。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。じゃあですね、このお二人とあと父の背中のペンキくんというプレイヤーさんがですね、ふうこちゃん可愛いですね、このチームのスペシャルサポーターとして就任してくださることになりましたので、そうなんですね、皆様よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。さあ、それではですね、簡単にルールの説明かと思いきや、こちらのエキシビジョンマッチが、ジンスターゲーミングのメンバーがこんなもんのプレイヤーかメディアの方にですね、見られてるのすごいですよね。オーディション型エキシビジョンマッチとなっています。ここで知られると思うので、今知ってる方々は高評価を得られれば倉持さんの評価も上がり、はい、そして最大遠征の期待もぐっと上がるということです。ちょっとこれ限界っすね。逆にマイナス評価ですと地獄のトレーニングを結構いたします。はい、ジンスターゲーミングのメンバーはですね、ぜひメディアさんの記録に記憶として残るようなプレイを心がけていただきたいと思います。なお1試合1マッチ選手となっています。めっちゃこっち見てくれてます。では早速始めていきたいと思いますので、佐藤さん、フードさん、こちらの方にお願いいたします。さあ、それでは早速参りましょう。ジンスターゲーミングとの対戦希望の方、
っぽいよ。高いよ。あ、危ない。危ない。どうしましょう。マスタージャンっぽいから。あ、ほら。ちなみに LP はおいくらですか？LP は1万2000円ぐらい。これはちょっときついかもしれません。はい。サブキャラ使います。あ、じゃあサブキャラでお願いいたします。はい。かなりガチ勢の方がいきなり来てしまいました。ガチ勢の方がいらっしゃったということなんですけれども、どうでしょうか、意気込みを聞いてみてもよろしいですか。意気込み。いやでも絵がすごいですね。こんな絵見たことない。いいのに見ないですけど、本当の地獄の宿になるかもしれない。地獄の宿に、わかりました。それをやってもらうように頑張ります。はい、ください。はい、ありがとうございます。さあ、それではですね、今お越しになったメディアの方ですね、Gスタゲーミングのメンバーの中で時代が変わるのかもしれないですね、対戦したいなと思う方を選んでください。はい、この子がいいです。じゃあ、真ん中の方からすごい目が今あったので、真ん中の方も。じゃあ、ぼーちゃん、ラスベリーのぼーちゃんで。初戦はぼーちゃん。はい、それでは選ばれました。では、お二人はですね、後ろの方で少しお待ちいただければと思います。はい、ということで、どうでしょう、選ばれましたけれども、今のお気持ちどうですか。初戦で私がちょっと当たると思わなくて、すごくドキドキしてます。でも頑張ります。はい、なんかドキドキしてるって言ってますけど、可愛らしいですよね。はい、なんか緊張に負けずに頑張ってほしいです。頑張ってください。頑張って、はい、頑張ってください。ここにね、ガーディアンがいる。それではですね、大切なお二人は準備をお願いしたいと思います。それぞれの椅子の方ですね、おかけいただきたいと思います。はい、こちらですかね。はい、そしてメンバーの方はですね、後ろから応援をお願いしたいと思います。どうしましょう、いきなりガチ勢になってしまって。本当ですよね。なんかこう、まだみんなこう初中級者の段階というか、ここから上手くなっていこうっていう子なので、全然まだプロ級の腕前とかじゃないのに、いきなりガチ勢が来てしまいました。ね、どういう体制になるのか。そうですね、サブキャラを使ってくださるということですけれども、はいはい、どうだろうな、1万超えてる方だとかなり強いんじゃないかなと思います。本当ですね。マウスさんはね、配信してないみたいです。地獄の合宿をしてやるとおっしゃってましたからね。配信許可いただいて、この勢いでやってしまったらもうそのままやるぞみたいな勢いがありますからね。乗り慣れてましたからね。絶対戦いたいっていうオーラが出てます。センターモニターに出るんですかね。はい、じゃあ準備の方どうでしょうか。もう少し下がります。もうちょっとですね。はい、準備できたら教えてください。そういうのありなんですね。いいですね、ご自由な感じが。でも初戦でね、ご合宿生が勝ったということで、グループ A の高尾さんですよね。大丈夫です。そうなんですね。あれですよ、 T シャツもストリートファイターに書いちゃってますからね。このステージのために来てくれたみたいな感じがちょっとメルプレードさんのスポンサーさん入ってくださってるんですよ。いきなりお披露目で潰しに来るってどういうことですか、メルプレードさん。厳しいですね。はい、いやもうちょっとね、どうなってしまうのかっていう感じがしますけどね。どうなってしまうのか。一応ね、メインキャラはね、ガイルなんですよ。おで、メインは使わないって言ったんで、ハンドキャラ使うのかちょっと。ガイル使うのかな。ガイル使ったら、さすがに寒い。さすがにガイは使わないですよね。ガイは使わない。何ができるか。どうなるかな。ドキドキですけども頑張っていただきたいと思います。はい。ポンちゃんはあれだね、ラシードってあるね。ポンちゃんはラシードですね。じゃあラシードと何の組み合わせで当たるのかっていう。うん。はい。さあ、準備のほどでしょうか。皆さん、準備はよろしいでしょうか。
ジースターゲーミング発表会エキシビションマッチ第1試合目、夢見るマルチクリエイターボンゴロシーの対するはベルプレイのオッポエルシア。見ていきましょう、盛り上がっていきましょう。新キャラですね、ルシアも。おっと、いきなり新キャラをもう先月出たキャラクターですね。ルシアはかなり、まあ、リーチは短いんですが、おもちゃ頑張れ。そうですね、トリガーとかも含めると本当に火力が出るんで、トリガーを使わせないで倒せるといいのかなっていう。 LP12000 と言っていたこのエルプレイド代表加藤又のおっこね、ルシアが今後のラシーの体勢、おっと先手を取ったのは左は今後のラシーのだ。しかしあっという間にダメなし、追いつかれるがフルタイプを見せる。さあ逃げたい。さあピンチになるのはこのスピードファイター5、右側左側のアシストユニット、ダメ足になってしまうんですよね。おっとフルタイプで、おおフルタイプ、相手を寄せつけない動きでどうにか。さあをどんどんしているが、それでもやはり強力なサブキャラクターを使いこなすウェルプレイド代表逃さないぞ。このなんだ、これはウェルプレイドさん、どういうことですか。ウェルプレイドさん1ラウンド接種レベル大規模のマカオルシア、ここを投げる、こうする棒を、さあどうにかダメージしか出ない。ここから先ほどダメージを取らせてください。あっ、また後ろから来る、あっという間にスタン、本当に容赦がない。フルコンボだ。さあ今超大技フェイチカルラップ、ちょっと戻るか、どう
凡人って書いてます。凡人じゃなくて凡人って書いてる。はい、じゃあここでちょっと一言いただきたいと思います。意気込みをどうぞ。そうですね、今日がストファイブクレッシュの2回目なんですけども、頑張りたいと思います。はい、よろしくお願いします。さあ、ということで、かなり気合いの入った衣装で来られておりますけれども、滑っては、はい、ってはないですよ。対戦したいですか？全然滑ってないですよ。はい、ひょうちゃん、ひょうちゃんは11回ですね。はい、はい、ということで、では、お二人は後ろの方でお待ちください。はい、選ばれましたけれども、あ、選ばれましたよ。あ、疲れちゃった。はい、選ばれましたけど、どうですか？あ、頑張って勝ちたいと思います。はい、頑張ってください。笑顔がかわいい。はい、それでは準備をお願いしたいと思います。まあ、道具着てますけど、何キャラ使いなんだろう。道具着かな。道具着かい。道具着かい。はい、正直、この方もかなり強いプレイヤーですよ。ちょっと、ガチ君と一緒に配信してる人じゃないよ。なんで出てくる方々みんなガチ勢が来るんですか？悪ゲーマーは普段自分のやり込みをどこかで見せる場を探してるんだと思います。いい場だね。そうそう、せっかく初中級者の女子がお披露目するよ、頑張るよっていう企画なのに、なんでガチ勢が来るんですか？これが神ゲー界です。怖いです。怖いよ。でも最近始めた人なんですよね。ユーチューブの配信を始めて、なるほど、初心者でこうやり始めたっていう人で、なるほど。じゃあでもマチ君に教えてもらってる、教えてもらってる。それはじゃあね、広角マチに教えていただいてたら、それは強いでしょうね。逆に言うと全く負けられない試合という運動でしょうか。ああ、どうですか、選ばれたことメンバーは強いですか？めくり技を多用して、反復反復というか、自分のペースで持っていけたらいいなと思います。もう手の打ちちゃってますけど、大丈夫ですか？だから本人もなんか言ってたので。なるほど。いや、楽しみな試合になりましたけれども、またガチの人が来てしまったということで、なんてですかね、やっぱ格ゲーマーはやっぱガチ勢が多いというか、でも多分ストリートファイター30年ぐらいあって、で、なんかその、例えば学生の時やってたって人もいるんですよ。だってやってる時期自体は結構長い人は実は多いんですよね、格闘のゲームっていうジャンルが。だから使用者が多いんですよ。そこにやっぱこうストリートファイター5から若い女の子が参入するってやつ、今やるとそれがチャレンジなんですよ。20、30年前からこう格闘ゲームやってる人と勝つっていうのがすごい大変なんですよ。なるほど。すごい価値あるな。やっぱ長くやればやるほど格ゲーっていうのは上達していくものなんですか？そうですね。やっぱ、格ゲーのことも限らないと思うんですけど、はい、やっぱ長くやってるってのはずるいですよ。長くやってるんです。はい。で、プラットさん、今回のメンバーもこれから練習を重ねていくから、そうですね、ガッチリと言われる存在になるかもしれないですね。そんな黒野さんのご指導のもと、ストファイブ戦は頑張ってこれから配信などでご苦労していくので、いやサポートが強力ですからね。そうですね、いいサポート体制は作れました。ここからの成長にも、ね、期待していただきたいところですよね。成長だけを見るっていう楽しみじゃないですか？そうなんですよ。多分今日のやつは、今この時ですよ、ツイートしてる時に、こんなに成長しましたっていうのを見せるのが、格ゲーのすごいいいところだと思うので、なるほど。勝ち負けより大切なものを見せてほしい。勝ち負けよりその過程も大切だと。そうですね。なるほど。クラマスさん、今ね、コメディアの方に、まだそんな皆さんと強くないかもしれないですけど、この状態覚えていただいておいて、1ヶ月後、3ヶ月後、そして今度エボとかでどうなるのか、作ってはないと思いますけどね、広げたいですね。そうですね、今後も見ていってほしいなと思います。はい、ということで準備の方整ったようですので、じゃあ早速始めていきたいと思います。では、サンプルさんお願いします。はい、さあそれでは見ていきましょう。第2試合目、しっかりつなぎましたね。お悪魔アテコンデザイナーシオンの守備、対数はゲーム落ち若杉ゴキ、盛り上がっていきましょう。
自分のアビコンをかなりカスタムする選手。そうですね、あのスピアとかでもそれを持ってきてやったりとか、はい、自分のオリジナルアビコン、そしてボタン、そしてレバーの色までもコーティングしているかなり特徴的な選手です。フーズ選手はね、他のアビコンも取れていますから、ね、じゃあみんなのおいとそれでいて、いきなり飛び起こるしたのはシオンの守備。対してこの芸能人若槻の動きの動きはどうだ。前に出るのは若槻、波動拳を打ってこのままでこちらに、しかし一時は体重が飛び落としフルコースト。シオンの守備が前に出る。若槻は一旦これには電気合ってた。だからここは若槻のキックでヒット。いい勝負ですか、これ。そうですね、これかなりいい勝負です。さあ、画面端に押し込まれてしまった。これはピンチ、あっという間に脱出。それが楽しみです。これは知ってますね、若杉さん。技をルー攻撃で、まずラウンド選手は若杉の動き。さあ、どうですか、フルさん。そうですね、やっぱ波動にジャンプとか機能してるんで、それがすごいいいのかなって。それはやっぱ、ちょっと押されちゃいましたけど、機能してる印象がありますね。一発攻勢はかなりでかいのが、このジャンプ攻撃と呼ばれるストリートファイター5の特徴的な技。対して若杉もルーの勝利を見せ始めました。さあ、裏から行く。押し込まれたが、これも技をヒットさせる。後ろにはゲージモールが左下、あたりにトリガーも光っている。さあ、どうする。ここはフレーバーする。これ美味しいですね、あえてトリガー吐きやすい。とりあえずトリガーを発動するのは白い年寄り、フリーズエンジン、ギアが上がっていた。ここはまたもやフリーリバーする。ガードチャンスで相手のセットをいなします。若槻、右下、左下、両者ここはフリーリバー、ヒット。さあ、ここはフリーリバー、今日は出し切るクリッカーブ。ガードチャンスの一回、リバーボケボケ、さあ、フリーリバー。さあ、そこラウンドを取り返したのはシーサーゲーミングシオンの守備。シオンちゃん、これも頑張れ。そうですね、お互いの緊張がすごい伝わってくるので、ね、いい音が入っている。もっとしっかりリターンが高い。さあ、しかしこの取り返しは昇竜拳最終の上は3ラウンドですよね。3ラウンド目に若杉さんがどういうプレーをするか。そうですね、40にしっかり上を見ています。それが溜まったよ、それが溜まりましたよ、ここに来た、それが溜まりましたよ。フルト選手、解説のフルト選手がセコンドのフルト選手になっている。いい選手からフリスティブ、まだセコンドライドクリードはシオンの守備だ。こうするように、これから発表するのは私。さあ、ピッシュだ。どうする、シオン、どうする。エンジンシオンだ。マイナビニュースの安川と申します。
LP は500です。おこれはいい勝負じゃないですか。これは振りではないと信じたい。パーフェクト負けだけは避けたいと思います。頑張ってください。振りではないと信じたい。では3名の方で勝ち取りをお願いいたします。さあ、代表の3名の方にご登場いただきまして、では、ファイナリーさん、どなたと対戦しますか？グースさん、手を振らせます。はい、グースさんが選ばれました。安川さんはちなみにどういう人で選ぶのがいいんだろう。僕は、サクラを選ぶ。サクラ使い、サクラ対タリンですね、じゃあ。お互い地上が強い、まあ、地面でどう戦うかっていうのは、そう、ラウンジ勢じゃないことを祈りますね。じゃあ、今日のお二人はですね、後ろの方に行っていただきまして、グースさん、じゃあ意気込みだけちょっと聞いてもよろしいですか？はい、マイナビニュースさんとの配信ですけれども、こちら前の方に来てもらって、はい、今のお気持ちいかがですか？はい、まあ、中央キャラクターも代表同士になっているので、カリンの中は代表として絶対負けたくないと思ってます。はい、よろしくお願いします。それではご準備をお願いいたします。なんとか一生終わったんですね。プラチナ、プラチナぐらいあるんじゃないですかね。5、6000は結構ゲームって見た目通りがあって、両方ともなんか可愛らしいちっちゃい女の子なんですよ。だからスピードが速いっていう、でスピードが速いから大体強くて、格闘ゲームってで、この2キャラともスピードが速くて、あ、なんかすごい、なんだろう、なんか動いてる試合展開になると思います。なるほど。今日は倉持佳さん率いる、はい、ジースターゲーミングのお披露目会が、MCG さんのブースで行われています。そして12名の、ジースターゲーミング所属の、人たちが紹介されたんですけども、最初にスト5ということで、なんと我らが地獄犬女子部から3名そのまま出てます。そしてお披露目会なんですが、今のところ会場から出たメディア関係の方の挑戦者2勝です。格ゲーとは何かというものを見せつけられています。ということで、準備が整ったようですので対戦に行きたいと思います。それではスタンドの方お願いします。第3戦は、それでは見ていきましょう。 LP500 です。3戦目、グレンのコスプレイヤーグース、対するはマイナビニュース、失礼しました、マイナビニュース安川の桜、追い上げていきましょう。さあ、ハリン対桜、先ほどグースも言っていたように、こちら友達同士のキャラクターです。メガネかけたお姉さんは、そうですね、やっぱまあ、大会で一番優勝してるから、まあ、特に強肩の一人って言われてるから、まあ、特徴なのがやっぱ、広め会本堂の減りが多いんで、まあ、それができるとの一瞬で桜は倒れると思います。一先なんで強肩飛び道具を集中高校そんなのやるの、最後でこれが今度ですね。初見コンボ、本当にルーキーの方ばっかり
超えてきました。広めできましたね。今対戦してみていかがでしたか？いや本当に強かったです。一生効果というか5分とか聞いて、私最近4000円になりましたので、それで負けちゃったらちょっと嫌だなと思って、すごい怖かったです。あれだな。はい、ありがとうございました。それでは今走ってみていかがでしたでしょうか？いやもう2戦目は何もできなかったんで、またちょっと僕も練習して息を上げてから再戦したいなと思いました。はい、ありがとうございます。ではお二人に大きな拍手をお願いいたします。ふうさんは翻訳もやったりマルチですね。ありがとうございました。ありがとうございます。すごい、マイナビニュースさん宇宙まで持参して、やったわっていう応援宇宙をキラキラのすごい手首で手作ってくださったんでしょうかね。ありがとうございます、マイナビニュースさん。ありがとうございます。さあ、それではです、次の対戦に行きたいと思います。では次の対戦お呼びいたしましょう。アスキーさん、お願いします。アスキーさん、お被り物いらっしゃいますね。うわ、アスキーの、そうですね、エゴの方やちょっと邪魔の方に、はい、来ていただきまして、どこだかわかりますね。はい、ようこそお越しくださいました。今の意気込みをお願いいたします。この日のために2年ぶりにストリートファイター5を手下型起動しました。おっ、滑ってはないですね。これなんです。はい、頑張ってください。お願いします。ご紹介お願いします。アスキーはアスキー .jp と週刊アスキーのメディアを抱えてまして、毎日 YouTube でも番組をやってますので、ぜひ実際の皆さんにも出演いただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ちなみにアスキーさん、お名前もニックネームでもいいんですけれども、聞いておいてよろしいですか？あ、アスキーの千里一平です。本日は皆さん、よろしくお願いします。千里一平です。千里さん、千里一平です。千里一平さん、千里一平さんです。千里一平さんです。千里さんでよろしいですか？わかりました。千里さん、よろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあ千里さん、あ、後ろにバッチリ書いてますね。はい、バッチリ。被り物もね、なんか後ろに下がるのちょっと分かる気しますね。この並び、横並びするの結構真ん中の大変かもしれない。ふうちゃん、お、ふうさんなんだ。ふうちゃん、しっかり連戦となりますか？よろしくお願いします。はい、お願いします。ふうさん、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 よろしくお願いします。はい、お願いします。では、皆さん、お聞いていただきます。ふうさん、冷静になりますけれども、今の気持ちどうでしょうか？2連勝できたらすごい嬉しいです。ちなみに向こうは地下虎様、虎で私はブースの鳥なんで、動物同士の戦いで勝ちたいと思ってます。虎対鳥ということで、動物対決、うん、いや、これも楽しみですね。よろしくお願いします。それでは準備お願いします。さあ、ということなんですけれども、県は波動拳があって、で、昇竜拳っていう体育があるんですよ。2年ぶりに起動して、昇竜拳が出るかどうかが、まず勝率にすごい。昇竜拳出なかったら、まず残念ながら、まずさようならだ。出るんだったら、面白いと思います。頑張ってますよね。どうでした？2年の時があって、昇竜拳だったって。いや、けど2年、ちょっと30年歴史があるんで、2年起動しても、20年くらいやってる可能性があるんで。次でラストになります。この前どんなにやってるか、もう確認もしたいと思います。あと、配信のクラムちゃん、勝利品出せますか？携帯の電源が 20% を切っていて、もしかして切れるかもしれないです。その勝利品使ってるの時は一応出せます。次ですよ。なんとか残れば、はい、準備が整ったようで、これが多分ラストだったら持ちますね。安藤さん、お願いします。はい、それでは見ていきましょう。 G スター芸流発表会エキシビションマッチ4試合目、グレンドコスプレイヤー、グース、対するは、アスキー、ジサトラ一平、をやっていきましょう。さあ、マジン対剣の組み合わせ、どちらも効果力キャラクターですよね、ブロさん。そうですね、やっぱ地面で軽くが出る。ちょっとね、急遽この iPhone からの配信になったんで。はい、すごい軽くが出るんで、まあ、ちょっと怖いところだな。急遽です。普段はカリンの方が、軽くは高いなっていう組み合わせですね。は
い、ダメージを受ければ受けるほど溜まった赤い現象を放出し、キャラクターを強化するという取りが右下左下の赤い現象がご注目です。さあ、左に毎成ご挨拶、サトラが足は攻めた、対して足払い、リードの手口サトラ、サトラの剣が波動拳、そしてしかし勝利を出ない、そこに対してグースが行く、ここに出た、動きはないが、それでも行く、グースの負け下を押し込んでいく、あーっと裏切り、勝利拳出ましたが、勝利拳9ですよ、今日でやったらね、選手は安心したいと思います ね、 すごいね、英語音声ちょっといいっすよね、剣の声のこの足足足ここも踏みつけばグーゼ今後頑張っているここが中小力さあ、フードさんも最高の早い見事に使ってダメージを取りました地元は、しかしここもやはり上から来るグーズが止まりません、どうやらもただ攻めるコントを投げガン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 流れるようにグースが攻めていく、最後はカウンターコンボイエクセント、こちらもストレート2連勝ゲットはグースカリンの見事、お見事強い、グースちゃんの飛びがかなり機能してます、あの正面からの飛びじゃなくてちゃんとめくり飛びしてたんで正面ってすごい打ちにくいあの飛び方したんですよ、なので対策がちゃんと光ったなと思いました。はい、ありがとうございます。それでは前の方にお願いいたします。佐藤さんもありがとうございます。今、はい、はい、こちらの方にお願いいたします。はい、では2連勝ということなんですけれども、どうですか？とってもとっても嬉しいです。あの正直、絶対に勝てないと思ってたので、すごい緊張してて、もう勝ってて、とっても嬉しいです。ありがとうございます。実際日本語うまい。はい、いい勝利でした。おめでとうございます。完全にすごいエグい攻め方だったり、あのあんなに人生で面取られたの初めてぐらい面取られました。びっくりしました。面白いですね。強いです。ありがとうございます。はい、大健闘でした。皆様お二人に大きな拍手をお願いいたします。お仕事よろしくお願いいたします。お願いいたします。声添えてるだけで、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、ジョイさん強いですね。しっかりしてるので、やっぱお家でトレーニングモードをしっかりしてるんだなってのが伝わってきます。人生でこんなにめくられたのは初めてで、その次の本戦がラストになりますので、いいすね、代表の方、ね、前の方にお願いいたします。続いてはどなたの最後、勝って終わりたい、勝って終わりたいけど、あ、初めてだったらどうしよう。はい、それではお呼びいたしましょう。次の対戦は、イーノスさん。持たないかもしれないですね。はい、お願いいたします。ようこそお越しくださいました。じゃあ、リードさん、自己紹介と、そして一言、意気込みなどですね、お願いいたします。ゲーム媒体をやっております、リードインサイドゲームスパークの大塚です。よろしくお願いします。しっかりしてる。ゲーム媒体を名乗ってるからには、たとえどんな目線に負けずとも、勝ちたい、勝ちたい、勝ちたいと思います。よろしくお願いします。強そう。ちなみに、LP と塩キャラ聞いてもいいですか？LP が大体1万くらい、強いね。使用キャラは今日はホンダを使おうかな。ホンダサブキャラ、サブキャラの新キャラがフードさんいますよ。はい、フードさんです。はい、大塚さん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 、誰と、はい、そうですね、ちょっと連続になってしまって申し訳ないんですけども、100メンバーとどうしても勝ってる人に挑戦したいっていう感じで、忖度なしです。これがゲーム文化です。これゲーム業界です。順番じゃない。これがゲーム業界です。そんなに、これがゲーム業界です。皆さん、それではですね、お二人後ろの方でお待ちしていまして、グルさんに聞いていきたいと思います。グルさん3連続出ましたけれども、本当がとっても苦手なのでとってもすごいです。でもできれば最後気持ちよく勝ちたいと思います。連行ってやつですね。お願いします。お願いしてください。頑張ります。頑張ります。はい、応援してます。それでは楽しみお願いします。なんかガチ勢が来ますね。一番ポイントって結構やってる中が来ますね。ガチ勢が来てしまいましたけど、
たばっかり。そうですね、本田も先月出た新キャラクターで対策とかもやっぱ結構しにくいんじゃないのかなっていう、すごい特殊感、その1人のキャラなんですけど、すごい動きも特殊で、対策どこまでしてるかっていうのを見たいなって思います。これは見たいですね。どういったところに注意してたらよろしいですか？ずっと見て突っ込めたんですよ。あれをジャンプしたときにちゃんと隙があるんで殴れる。あと上からこう振ってください。それを使ったときにちゃんと殴れる。その使ったときにちゃんとあのダメージを与えると相手はすごい動きにくいんでやりたいですね。あ、その一瞬の隙を見つけて。そうです。これ続き振ってください。なかなかちょっと難しいのかなと思うんですけれども。はい、あ、では準備ができたようですので開催していきたいと思います。はい、それではトムさん、フードさん、お願いいたします。それでは見ていきましょう。まさかの3戦目イースターゲーミング所属の上野コスプレイヤー、まさかやな。対するはリード大塚エドモンド、そんな盛り上げていきましょう。日本の相撲を広めるために世界を旅してきたこのエドモンド本田、日本の力士がこの女子高生ルース・カリンのもとに立ち上がります。ないですよね。まあ、かなり特徴的なやつですね、本田は。そうですね、対策、あとトリガーが結構軽くなるんですね。それを知らないと一気にやられたんだよね。まあ、動きながらもう突き入れていく、このスーパースキが非常に強力。ドスポイント、日本の相撲を広げにやってくる。さあ、グルースは困っているか。この位置、そしてドスポイント見ながらすっきりくる。今の相撲が勝手にはあったのだろうか。さあ、しかし前に出てくることをうまく止める。上から打ってくる。さらには隠れされて、さあ、ゲージが溜まっているか。上出るな。なかなかダメージを取れない。ヒットリアを発動。上の方、上の方、ブレイキンを見事に使うが、それでも体力差は縮まらない。もう一人、確定がない。そこを惑わせ、そのまま排斥。確定ないのかな。ちょっと若干好きじゃないですか。あれ、確かに筋肉痛ではない可能性がありますね。マイナス4レーンでっていう、まあ、基本的に難しい、確定を取りづらい、相手に反撃しづらい技となっています。最後の選手ですよね。大塚の本田、猫だましで相手を驚かせていく。ここは中足からこう、クルースを置きます。悔しい声をされてます。バラを固める相手には波を通して、しかしドスポイ、ラインを一気に戻すエドモンド本田。クルーが来た。お尻が強力。今度は追い上げ、やっぱりお尻が強力。今回は相手からトリガーを発動。クルースから一気に邪魔ってたが、投げを誘っても投げをしてくれない。クルーにも止まらない。上から来る。どうする、クルース。どうする。ここもガードを取る。どうした、気になるね。うわ、どうだ、決めてきた。見事な最適解。アドオロシキ、アシャロカタ。最大コンボだね。先ほど久保さんがおっしゃっていたような頭突きに対する垂直ジャンプの攻撃ですよね。そうですね。逆突きにはピンポイント結構殴れるんで、今待ってる相手には垂直でこう蹴りかけないようにするっていうのはいい対策だと思います。うわっ、無理やり来た。超投げ、無理やり持ってきた。クルースは脱出。ゲージマックさんが右下不気味に光っています。大塚エロシの本田のゲージが光っているが、ずーっと暴いている。そこを後ろだけで入れ替えられてしまいます。どうする？上に飛びは発動。グレーンの方、画面が次から前に出る。何か当たりは一瞬で終わるタイプだ。次にも油断はできない。3連勝があるか。クルース取り切る。おもてなー現状で終わりが1人が発動。ホタトのミス、わーしー、力を一冊投げたガードの不動。忘れていたドリブルスタジオ前の方にお願いします。すごい。では最初はお疲れ様です。前の方にお願いします。すごい。やばい。素晴らしかったので、まだまだ聞いていきたいと思いますけども。コメントが
タッカーなしですね。そうですね、あの2ラウンド目、2ラウンド目の最後にあのサリンの最大コンボを決められてしまった瞬間に、あの防衛本能のスイッチが入ってしまいました。すごい強かったです。地上戦の時だったので、これから強く上手くなってくると思います。ありがとうございます。ありがとうございました。ではお二人に大きな拍手をお願いいたします。賛成しないですね。格ゲーなんて防衛本能が働くんですね。働きますよ、それは。やられたらやり返すんですよ。こっちだ。はい、ということで、あっという間にですね、すべての対戦が終了となりました。ということで、ジャッジスタゲーミングの皆さんですね、元の位置にこちらお戻りいただきたいと思います。メンバーの方もずっと後ろに立って、いやもう全部で5000しましたけれども、しっかり完成されてましたね。すごいですよね。そうですね。ガチ勢の方が思ったより多かったですね。はい、皆様のご意見すごい燃える試合だったんじゃないかなと思いますけれども、はい、ありがとうございます。さあ、いろいろね、松田さんもいろいろ思うところもあるかもしれないんですけれども、はい、振り返ってみてどうでしたか。そうですね、でも皆さんその今回原曲チームに所属して初めてのお仕事がこのゲームショーでマスターのステージなんですけど、ゲームショーのステージに立ってめちゃくちゃ緊張するので、その緊張の中すごくみんなよく頑張ったなと思いますし、それからそこさん、ふうろさんの指導のもと、今回のリベンジを果たせるようにみんなもっともっと強くなってもらえればなと思います。ありがとうございます。はい、わかりました。ありがとうございます。それでは以上、オーディション型エキシビションマッチでした。ではここでですね、実況解説担当してくださいましたサファさん、フーダさん、ありがとうございました。皆さんお二人に大きな拍手をお願いします。お疲れ様でした。ありがとうございました。すげえダッシュ、いやー面白いですね、シーンでしたね。本当にね、やっぱ格ゲーを見てて分かりやすいのがいいですね。体力ゲージとかで、ね、体力ゲージとかになるし、格ゲーやってる人もね、やってない人でも楽しいんじゃないかなと思うんですけれども、さあ皆さん、まだまだこれで終わりではありませんよ。皆さんにですね、Gスターゲーミングのメンバーをですね、もっと知ってもらいたい、そして応援してもらいたいということで、メンバーの自己 PR タイムとさせていただきたいと思います。なんですけれども、岡本さん、はい、簡単には自己 PR できませんよ。そんなにさせてくれないんですか。はい、さあ、ということでですね、自己 PR タイムをかけて行うコーナーはこちら、激辛ロシアンチーズということで真ん中に用意しております。これはどういうことですか。はい、これはですね、今からですね、まず皆さんには、はい、5人ずつ2つのグループに分かれていただきます。はい、ここを5人ずつでいいですね、左、右と。これは、そしてですね、それぞれのグループに途中で切れます。マスコミュータのフィービジュアルでもありますチーズ、こちら5つご用意しています。ちょっと皆さんから見れないかもしれないですが、ちょうどテーブルですね、5つのチーズ、ありがとうございます。ありがとうございます。ですが、8ホールのガンホーに移動します。今からまだあのやってるんですけど、それは、はい、次はてっぺんですね。お、大日本帝国で今あの久保地さんから連絡があって、お、どこいますか。どうしたか。どうでした、あの内容は。やっぱり格ゲーやってるとああなるなと。3試合連続やるってマジ格ゲーですか。グースちゃん3回締めってすごいですね。あれやばいっすよ、マジ記録ですよ。あれはけど、例えばあれあそこから始めるっていう感じなんで、うん、逆に勝つよりマックスの方が、ね、うん、まあいいんじゃないのかなとは思いましたね。振れ幅があるからね、一人その成長を見せるのが絶対一つ重要な要素なんですよ、勝ち負けとかより。なら、まあ、今日あれ見てもらって、けどグースさんとかやっぱだいぶなんか良かったですけどね、うん、やっぱり今後練習をするかどうかっていうのが
やっぱ最初の勝率に直結してそうな感じがしましたね、うん、そうですね、最大取れるか。いや今後練習しろって言いたくないですよね俺。つまんないじゃないですか今後練習ね。そうですね、しかもしろって言わなくてもやれよやれよってだから今後練習しろってやっぱ俺あんま好きじゃないですよ。でもやっぱそれをどうこうマイルドに面白くこう誘導するかっていうのが多分先生のあれですよね。これ全然安定します。安定、無線使ってなくて今 4G で10秒切っちゃってただ俺説明があるんで、はい、まあ、あのガンホーブースでは配信を。あれない、あのモバイルバッテリーってないです、ね、ありますよ。あ、いいっすか。はい、ちょっと俺のこの中にあるんですけど、ちょっと後ほど、はい、あ、けど俺もね、はい、では行きましょう。でもあの未来を感じました。あのあんな絵を見たことなかったんで。選ぶって超斬新じゃないですか。斬新あれやばいっすよね、うん。100名から12名ってすごいですよね。アメリカ第一次元世代は東から西へ北米大陸を渡るし、孤立した都市に結び目を整備した。だがインフラが整っただけで海岸通信は繋がってない。今できるのは無線と有線による遠征ツアーと電波通信と連携。モバイルバッテリーを